借景スプンズ5でも5でも大丈夫ですよ。ゴダマグバンガバンガステラ。はい、どうもセンタルスです。ということで今日は久々のコラボ企画でムーさんを呼びました。お願いします。皆さんこんにちは、青森県 YouTuber ムーフリーライフです。よろしくお願いします。お願いいたします。久々のコラボですが本日は本当によろしくお願いします。もう僕の背景とムーさんの背景全然違いますけど、これが YouTuber の格差でございます。頑張って YouTube 寄りにしてます。僕も見習っていきます。ということでですね、今日はなんですけども方言の可能性を広げていこうっていうことでですね、一個企画を用意したんですけども、まあ僕たちね、こう青森でだいぶ長く生きてきて、なんならこう標準語の語彙よりも方言のボキャブラリーの方が多いんじゃねえかなっていうふうにふと思ったわけなんですよね。方言だけでやり取りしてる人とかも、おじいちゃんおばあちゃんもそうだし、若い人も下手すりゃ方言だけで喋るみたいな、ありますよね、全然ね。はい、あります。うん、方言の言葉だけでしりとりってめっちゃ続いちゃうんじゃねっていうふうに思ったんですよ。企画がまずぶっ飛んでますからね。結構簡単めなルールでやって、徐々に難しくしていこうとは思ってやろうと思います。はい、お願いします。はい、ここはルールなんですけど、まあ返答するのはだいたい10秒以内にこう次の返答をしようっていう感じですね。最初は優しめに文章っぽいものもありっていう感じで、なんか例えばイっていう単語が来たら、まあ青森で言うイガメンチでもいいし、イノバ様マンゼホンズネシテラみたいな、これでもまあオッケーみたいな、まあ青森の方言なんで、んで終わってもんで返せるので、んで終わりはなしですね。普通のしりとりのルールとは違いますね。ぶっ飛んでますよね。ね、これ、ね、頑張ってしりとりつなげて、まあ20ラリーくらいいけば、まあ全然設立しようっていう感じでやっていきたいんですけど、ここで重大欠陥を僕は見つけちゃったんですが、津軽弁の方でですね、りから始まる津軽弁が存在しないんですよ。下北弁ってちなみにあります？今浮かぶ範囲ではないと思いますよ。青森の方言の欠陥見つけた。この青森の方言ちりとりのルールとしては、多分ね、りついたら終わりってやつですね。シナリオのない大検証会でございます。グダグダになるか、ちゃんと成功するかはわからない。やってみないとわかりません。ということで早速やっていくぞ。やっていきましょう。はい、よろしくお願いします。ということで、じゃあ最初は優しめルールでいってみます。僕が好きな食べ物から始めさせていただきます。じゃあ青森の好きな食べ物のイガメンチ。チョスナソゴ。おお、やばい、アウトなワードが浮かんでる。ゴンボホッチャワラシ。これゴンボホリだとリになるから。アウトになっちゃう。ゴンチャワラシ。はい、シです。シャベチョチョ。下北ってチョって言うんだ。シャベチョ。ちょんずいでるわらはんと。ちょんずいでるわらはんと。はい。どせばいいのよ。はいはいはい。やべ。いや、よ。よたね。よたね。ねえ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 。お。マジ？マジ？ねでばするんだな、そこのとっちゃ。これは簡単。ちゃかし。ちゃかし。はい。し。お手でこねえぞ。やばいやばい。し。アウトくそー。惜しかったな。惜しくもねえな。6個くらいしか言ってなかった。しょとか、しゃとかだったら出てくるんですけど。え、それ全然ありだと思ってたんですけど。しょだったらしょんべたれとかなんかそういう感じで。しょんべたれだかって。
まあ今6回6ラリー、これ後半大丈夫か、よし10、とりあえず10目指しましょう。じゃあ僕が C から始めてみますね。1回しばれる朝間、あすげえ、まマンズおめだば半覚醒俳句みたいなやつだ今しばれる朝間、マンズおめだば半覚醒みたいなやべ、わかった、これムーさんの気持ちわかったわ。出てこないですよね。出てこなくなる。なね、ちなみにセって何かありました？セバダバマイネピョン。逆にこれ下北弁で、あの自分が答える方だったら絶対あのアウトでした。負けてました自分。やないだ。セバダバマイネピョンダメな。くそ。うん、これシートリアっていくとどんどんこう語彙が湧いてきますね。うん、いい勉強ってか方言ちゃんとこう出てくる、うん、ブレインストーミングだ脳みそから引き出しからわたわた出てくる。これ3回目やっぱ本番なんで、これもう決めましょう。 OK、 じゃあこれでいきます、はい、下北からということで、シリアの神立ち目、ほえー、来たぜ。免者、めんじゃ、はい、めんじゃ、美味しいとかってことですか？あれです、台所です。え、台所はめんじゃって言うんですか？はいいい初めこれ勉強にもなりますね、いいですね、ですとか言いながら今伸ばして自分今めんじゃじゃじゃやっべでもいいのかな。邪魔せば我がね。ああ、なるほどなるほど。我がねってダメって意味でしたっけ？あ、そう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 。うん。あ、そっかそっか。じゃあこれは僕は得意な方なんで、狙いね。あ、狙いね。あのプガルベンナップでもねやってますよね。狙いね。わあ、宣伝挟んできたか。狙いね。ね。ネディバスイルじゃベノトッチャ、うわマンドトッチャ、さっきはそこのトッチャだったんですけど、あのベノトッチャになりました。ウェってなんすか？家の、あのうちの、ウェって言うんだ。ウェって WE ウェなんだ、初めて知った。チャはね、津軽弁多い班で有利ですね。チャッコイ、チャッコイ、はい、小さいって意味ですね。そうですそうです。ああ来たよ、さっきスンタロスさんが宣伝挟んで自分のトゥガルベンラップを宣伝してきたものと、自分それを返しますよ。イデドゴバシ、おいじゃあこれもねムーさんのありますね、トゥガルベンラップのデビュー作でございます。自分ぜひぜひ聞いてください、イデドゴバシ。シャッケースンズコ、なまりすぎじゃないですか。すんずこって。数字コードですんずこって言いますから、本当に青森の人。シャッケーすんずこ、ご、ご、ご。ごでもこでも大丈夫ですよ。ごだまぐ、ばんがばんがしてら。ちょっと待って、何語？バンガバンガはわかりますよね。わかんないっす。あのこれニンニクのかまり、あの匂い、バンガバンガプンプンする、もぐ匂ってくるっていう意味をバンガバンガって言うんですよ。知らねえ。でゴダマグっていうのが、あの多分海沿いに住んでる、あの漁師の町とか漁師の村とかに住まれてる方は、砂浜にですね、昆布とかその海藻類がこう固まってズキッとこう寄る時があるんですよ。その固まったのがゴダマグって言うんですよ。
こだまぐがバンガバンガ、匂いがバンガもうバンガバンガしてるっていう。そうですそうです。かまちょっとわかんねえ。これですよ。これが俺の方言ですよ。もう同じ県に生まれたのに通じないっていう。そうそうそう。似てるところはね似てるんですけどね。ラ。これありがな。ラッセーラ。ブルル。ウガマ願ったんだもんだって思いは。ラッセーラーラーラー。え？ラ。だ。ないね。ラはない。もうね、わかった。これ検証結果わかりました。青森の方言、ラ行に弱いってことがわかった。確かに。これいいことわかりましたね。逆に。ラ行に弱いってことがわかったんで、方言でしりとりする際は、ラ行を最後に継ぐ言葉をなるべく出さないようにすると続けれるっていう検証結果ですね、これ。いいことがなんだ。初めて知りました。今なんだそれ